どうもジェノアレーシング代表の小林信介です。最近ですね、メンバーシップ動画って一体どういうことやってるんですかっていうご質問がかなり多いので、今日はですね、過去の動画になるんですけども、メンバーシップの動画を丸々1本、公開していきたいなと思っております。本当にインターネットによってさまざまなことが可能になった時代だからこそ、できることはできるだけやっていこうということで生まれたのがメンバーシップ動画なんですね。で、今回の動画を通して、見ていただいて、こういうクオリティのことをやっているんだなということが、伝わればいいかなと思って、今回公開をさせていただきます。またですね、今シーズンより最高グレードのオンラインレッスンっていうのも始めました。これはですね、これまでのメンバーシップ動画っていうのは、メンバーさんからの、コメントは 100% お答えする、要はその、メンバーシップ内でのコミュニティでの、文字によるオンラインレッスンを、やってきたんですけども、やっぱりそれでは物足りないということで、何をやるかというとですね、最高グレードのメンバーシップ動画に参加されている方限定の YouTube ライブを、毎週木曜日、夜9時から1時間開催いたします。そのメンバーさんがですね、今自分が悩んでることを、その場でチャットで、文字で、投げていただいて、僕がそれを、リアルでの映像で皆さんのご質問に、全て、答えまくるというのが、最高グレードのオンラインレッスンとなっております。こちらの方興味がある方は、概要欄に貼ってあるメンバーになるというところからクリックしていただいて、今シーズンより2種類の、メンバーシップがございますので、そちらの方を選択していただければなと思います。また、最高グレードのオンラインレッスンの、会員の方はもちろん普段の、昨年からやっているメンバーシップ動画、これ全て見られますので、よろしければご検討いただければなと思います。ジェノアレーシング代表の小林信介です。さあ、前回の、ローテーションに関する動画ですね、様々な、コメントをいただき本当にありがとうございます。すぐにこうアップデートできるというかね、その中で、僕もどういう風に伝えたらいいのかなっていう、そのフレッシュな情報をもう産地直送でお届けできるので本当に参考になりました。様々な意見があった中で、最も多かったのはやっぱりうまくいっている人の反面、うまくいかない人ですね。ハマってないっていう人で、このハマってない理由っていうのが、例えばこっちターンだったら、ここから一気にグーンとこうやって腰を回すことで、要は足が逃げてっちゃうとかね、なんかこう削りにくかったりとか、と思ったようなターンができないと。あともう一つは、この斜めプルークを今まで一生懸命やってきたんだけども、この斜めプルークって必要なんですかっていう質問って結構多かったんですよ。これは実際レッスンに来ていただいてる方の中にも多かったです。でね、この斜めプルークが、今すごく居心地がいいのに、なぜそういうことを言うんですかって、ローテーションね、全く反対のことをなんで言うのかっていう、それもねめちゃくちゃわかるんですよ。でこれ本当にすごくシビアなところなんですけども、僕自身もその経験があるんですよ。やっぱりその斜めプルークによってね、谷回りってより山回りの乗り方がすごく上手くなってきて、でそこっていうのは非常に居心地がいいんですよね。ただこれがレースに持ち込むとかね、あるいはその技術するのも全く一緒、結局のところそこで頑張れば頑張るほど横方向にスキーが走ってっちゃうんで、現場でそれが使えるのか、じゃあどうしたらいいのっていうところも難しいんです。斜めプルークで居心地がいいところを見つければ見つけるほど谷回りって難しくなっちゃうんですよ。これはどういう風に伝えるのかいいのかっていうものを、ちょっと自分なりにね、分かりやすくエクササイズにして動画にしたので、まずはちょっとこちらをねご覧ください。さあ、たびたびね、僕がお世話になっている、練習場所として選んでいる藪原スキー場ですね。雪はかなり、パックスノーで、一通り最近、アウトプットしてきた、このメンバー動画の、この種目ですね、をちょっとこなしている映像です。これはもう、殿下の宝刀、斜めプルークですね。これを何ターンかやりまして、ここまでは、皆さん結構やってきた練習だと思うんですけど、ちょっとこの後ですね、詳しく説明してきますけど、応用編をちょっとやります。この種目ですね。この斜めプルークの連続からの、斜めプルークの連続からの、この練習ですね。これを、ちょっとこれ一体何やってるんだっていう風に思われる方多いと思うんですけど、ちょっとこれを解説していきたいと思います。さあ参りましょう。まずおさらいをしていくと、この斜めプルーク、
まあ、結構皆さんね、これによって結果がよく出た、っていう方が、多かったですね。まあ、トータルして、ここでのハマったポジション、神のポジションが分かってきたよと。で、それによって、結果が伴ってきている。レースにしてもそうだし、技術点の方、まあ、基礎スキーの方もそうだし、あるいはそのレジャーって方もそうなんですけども、この急斜面で怖くなくなったと。っていう方のコメントはすごく多かったんですよね。で、まあ、その一方ですね、今回の本題になってるんですけども、この斜めプループって、そうは言っても、山回りの練習ですよねっていう。まあ、ここまではね、僕も最初にお話しした通り、本当その通りなんですよ。で、ただ、このポジションの中に、このポジションですね、もう皆さん多分これできる方は、そうそうそう、ここここっていう感じで分かってる方がほとんどだと思うんですけども、この腰のポジションってかなり安心できるんですよね。で、安心できるからこそここで滑っていたいんだけども、このポジションって一体ターンの、まあ、時間で言うとね、その0時から6時までの間でどこで取ったらいいのと。実際のターンっていうのはここまで引っ張ることってほとんどないじゃないですか。で、そこでの疑問っていうものが、僕自身もこのポジションはすごく居心地がいいんだけども、谷回りが作れないっていうコンプレックスってずーっとあったんですよ。で、そこでね、まあ、いよいよそのローテーションっていうものに着手しなきゃいけないなっていうふうに思ってきたんだけども、やっぱりお話しした通り、ハマる人もいればハマらない人もいたわけです。で、本当にまあそれは僕の予想通りでした。でね、その先で、じゃあ、どういう風に、その谷回りと、この、斜めプルクっていうものを結びつけたらいいのかっていう、まあ、ちょっと今回は、その具体的な種目っていうものを用いて、それを、アウトプットをしていきたいと思っております。さあ、いきますよ。先ほどの斜めプルクが終わった後の、この斜めプルクをただただに 連続してやっているような、この練習ですね。斜めプルークを今までやったんですけども、あれってある意味一旦だけの練習だったじゃないですか。で、それを連続してやる、ここでカーンと決めるわけですね。で、まあ、この時に、基本的にはね、もう状態っていうのは、状態とこの腰のポジションって真下向いてるってイメージですね。これ冒頭でちょっと説明した、まあ、見ていただいたこの、斜めプルークっていうよりは、ここのポジション今、両足に乗ってるじゃないですか。このポジションっていうのは完全にプルークファーレンのポジションです。このプルークファーレンから次、左足に乗ってきますよ、こっち側。プルークファーレンから、斜めプルークにそのまま入ってほしいんですよね。今ずれてますよね。だからこれ斜めプルークじゃないんですけども、ずれてるずれてる。まあ、ここでユッケムリ上がってますよね。で、この、ここの後です。ここから、はい、スキー噛んだ。こんな感じですね。ここから、このシュプールちょっと変わりましたよね。ここでスキーが噛んだと。で、ピューっと、ここは斜めプルークなんだけども、それをすぐやめて、今、こっち側に乗り換わったの分かります？ゆえに、こっち側に雪煙立ってますよね。要は、ここからここまで削ったって感じです。で、か、まあ、左足はずーっとこうやって、斜めプルークなので、カービングの跡があるんですけども、ここで切り替えようと思った時に、こっちが削った。で、ちょっとずつ見えてきてると思うんですけども、まあ、まだふわふわしてるかな。削ったものを、そのまま次の斜めプルークに持ち込む。はい、ここで入ったかな。っていう感じです。カコーンと入った。この連続が早く行えるかどうかですね。ここもそうですね。今一瞬、このあたりで斜めプルーク入って、もうすぐやめて、で、次、こっち側の左側の外側。次の外側を削り始めた。ゆえに、その証拠に雪煙が上がっている。で、雪煙が上がってるってことは、僕いつも言ってるんですけど、ずらしイコールたわみだって言ってるじゃないですか。で、このずらしてるっていう、もう雪煙が出るってことは、もうこのスキーがたわんでる状態ですね。このたわんでる状態を、ここすごい分かりやすいですね。かなり雪飛んでるんで。もうこっち側に今完全に乗ってますね。で、これはもうプルークファーレンから過ぎた状態です。まあ、プルークファーレンの、その場所っていうのは、一回作らなくていいんですけども、自然に通ってしまうって感じですね。で、この左足をぐーっと削って、その途中から斜めプルークに入るです。ここっす。いいですか。このスキーに対して間違いなくこう、
明らかに横方向というよりは後ろ方向に雪飛んでるじゃないですか。ここからが斜めプルークなんですよ。ピーって。わかります?でね、この練習ができたら、これを次は連続して行うんですよ。この練習ができるかどうかです。要は、これ谷回りの何の話なんだっけっていう話なんですけども、ギュンとここで、これ斜めプルークの体勢に入ってるんですよね。で、斜めプルークの体勢に入るや否や、もうこれってターン終わりなんですよ、ほら。もう抜けてるんです、こうやって。抜けてる。なんだけど、次の斜めプルークの姿勢に入るときに、こっち側を削り始めた。このタイミングで、行う動作が、ちょっとローテーションに似てるんですよ。何が言いたいかっていうと、斜めプルークに最終的に入るために、ここ。ローテーションを使って、次であれば、こっちの足っていうものを、横に削り出してるんですよね。ほら、削り始めた。削り始めて、ここで僕は何を考えてるかっていうと、削りながら、終着液は、斜めプルークのこのポジションなんです。グンって入れる。これしか考えてない。これを連続してやっていくと、これ、プルーク暴言なんだけど、めちゃくちゃ小回りっぽくなってくるんですよね。で、これをカービングで、どうやって結びつけるのって思う方がいるかと思うんですけど、まずはこれをやってもらいたいんですね。ここでグーンと削って、ギュンっていう。でね、ここで見てもらえばわかるんですけど、当然ながら、こういうライン取りになりますよね。このシュプール。ぐーっと削って、そこ打った、ここ。このポジション。まあ、これテールのポジションですね。ここにテールが入った時から、こっち方向に斜めプルーク入ってるんですよ。なので、こういうシュプールになる。要はね、これカービングであっても、今、このずらしであっても、こういうイメージで、斜めプルークを活用してほしいっていうイメージですね。全くもって斜めプルークっていうものを捨てなくていいんです。まずこれをやってもらいたいなっていうところが、まあ僕のちょっと本音ですね。まだまだわからないことってたくさん出てくることは僕も重々承知してるんですよ。ただ、この動画を見ると、なるほどね、斜めプルークをそういう風に変化させて使うのかっていうことがわかると思うんですよ。斜めプルークの体勢にぐーっと持ってってエッジが立ったらもう解放です。なので、これ感覚的には斜めプルークに入ったらそこからターンをするっていうイメージじゃなくて、斜めプルークで終了なんです。そこの斜めプルークのあの体勢に入った時にターンのマキシマムだし、それに向かってターンの前半ができてるって感じですね。で、これを連続してやると、ちょっと腰を回しながら常に滑ってるような感覚になるんですよ。次ちょっと普通のスピードで見てみましょう。さあ行きましょう。僕がなんで最初にこの前出した動画のこれをやってるかっていうと、これ斜めプルークのこの体勢で、この角度に入った時に斜めプルークなんですよ。なので、それを両足でやってるって感じですね。で、まあそこから斜めプルークの確認をする。そうだよな、こうやって乗るんだよなっていう。この乗るポジションが正確に出せないと、斜めプルークの連続ターンっていうのはできないんですね。で、まあ、ここから乗ったポジションを確認して、よし、スキー走らせられるなっていうところで終わりではない。ここから斜めプルークを、この連続ですね。雪を削りながら、ここからが結構重要。斜めプルーク。腰が前にグーンと入ってくる。斜めプルークの連続です。一回一回ターンを切らない。そこからずらしながら最終的に斜めプルーク。このギュンっていうのが、さっきのファーレンのリズムにすごく似てないですか?で、この腰の向き見てください。これだけ見てると、ちょっと腰が常に行きたい方向に回ってるように見えるんですよ。これ、もう一回見るとわかりますよね。で、僕はここで何考えてるかっていうと、基本的にはもう最後の斜めプルークで、くの字を作って、ここでギュン、ギュン、ギュンってやることしか考えてないですね。そこの過程で、谷回りがあるっていう、そんなイメージですね。さあ、ちょっと分かりやすいように気をつけなきゃいけないこと。一つだけね、ちょっとこういうコツがあるので、それをちょっとお教えしますね。この、斜めプルーク。ちょっと顔切れちゃうかもしれないですけども、ちょっとこの辺が見えてればいいので、ご了承ください。ここの、斜めプルークを、ここでまず連続してやってみますね。こっちがまず外足。で、こう。基本的に僕、外交って言ってたんで、斜めプルークをここでやろうとすると、
こっちの足に乗ろうと思ったらこっち側に該当するし、こっちの足に乗ろうと思ったらこっち側に該当しますよね。体をこうやって入れ替えることで、ここで斜めプループの連続、これを雪上でやるときは、僕さっきプルークファーレンのこの体勢に一回なるんですっていうふうに言ったんですけども、今この足って床の上なんでひねり込むことができないじゃないですか。まあひねり込んでるんだけど、ひねり込んでこうやってずらすということは結構難しいわけですね。要は 3D の動きで、ここで外足乗ろうとするとこうなるんだけども、雪上で先ほどのリズムでギュンギュンギュンってやるときは体は動かさないんですよ。今ね、この体が例えばこっちの足に乗るときはこういうふうに、こういうふうに回しながらこっち方向にこの軸がこうずれましたよね。で真ん中でずれる、真ん中っていうふうになってるんですけども、雪上では自分がこういうふうに動くひねり込みとかを一切せずに、足をぐーっとひねり込んで斜めプルークの体勢にこうやって入るんですよ。いいですか。体をこういうふうにするんじゃなくて、足をこっち側にぐーっとひねり込んで自分が踏める斜めプルークの体勢に入るんですよ。そうすると体って一切、こっちにもこっちにも向かないし、こうやってずれない。要は足を削って足を運んでそこにグンと入るっていうことを、ちょっと徹底してやってみてください。さあ、別の斜面で、先ほどと同じような練習をしてます。まあ、この、プルークファーレンのジャンプする練習から、まあ、このように、斜めプルークですねを、まあ、繰り返していくと。で、まあ注目してほしいのはこの後ですね。斜めプルークっていうのはスキーに対して自分が、体をひねってやる練習でしたよね。だから、まあ、ここも、ちょっ と、スピードがあるので分かりづらいかもしれないんですけども、自分自ら、外側に外交をしてるっていう、そんなイメージです。さあ、ここからね、この練習をしていくんですけども、いいですか。ここまでは自分からひねってますよね。外向いた、今外向いた、ここから外向く、外向く、ここから体が全くもって外向かなくなったじゃないですか。まずこの練習をしてほしいんですよね。要は足を削りながら運んでいくっていう、斜めプルークの体勢に運ぶ。じゃあスローでいきますよ。ここからぐーんと入っていくんだけど、ここからぐんって今外側に向きましたよね。ここ、この向きが、ホールラインがこっちなのに対して体がやっぱりこっち側に傾いてる、プラスちょっと外交してるんですよ。で、ここがまず最初にやってほしい練習です。ここから角を立てて左足に乗るんだけど、そこから外交を強める。ここで強めましたよね、この体勢。これをまずやってもらう。斜めプルークの体勢に入るとグンと外交する。今ここの足が一気に開いてるの分かります？僕これが外交の合図なんですよ。ここの開き幅が、内側のこのテールがこっち側に動くんですよね。ここからグーンとこうやって出る。これが僕がマックス外交してる体勢です。ここ、まあ、この体勢で、まあ、中斜面ぐらいが多分やりやすいと思うんですけど、難しい方は緩斜面でやってください。で、ここでまたグーンとここで外足に、乗ることで、外交を取ったんですけど、この後連続していきます。ここまだ外交ちょっと取ってますね。ちょっと僕の中でもちょっと調整してどんなもんかなって探ってるんですけども、この辺りかな。いいですか。この体の向きが真下を向いたまま変わんなくなるんですよ。で、ちょっと変わったところはここで雪を削って、先ほど床ではできなかったんですけど、雪を削ってその体勢に入る。この練習をまずしてほしいんですよね。今ここ雪削りましたね。ここ雪を削ってほしい。先ほどの短いリズムでやる前にまずこれをやってほしいです。ぐーっと右足削ってそこに入る。左足、次はぐーっと削って足をそこに持ってくる。これがちょっと少しずつターンっぽくなってきてるの分かります？この体勢でまず自分が自由に斜めプルークできるかどうかっていうのを確認する、この作業をちょっとまずやってみてください。最初にお見せした映像です。
まあ、まあ、ここではね、かなりちょっとゆっくりやっているので、まあ、この外交っていうものがちょっとまあ見えにくいかと思うんですけども、ちょっと普通のスピード見てみましょうか。ここから少しずつ斜めプルークの連続ターンに入ってくる。その時に足を削って、で、そこからこのターン、一気に斜めプルークのこの体勢に、ガン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 って入ってくっていう。ここが、まずやってほしい練習方法ですね。さあ、一通り映像は、ま、見てもらったんですけども、ね、まだまだやらなきゃいけないものとか、いっぱいあるんですね。なので、これでうまくいかないっていう、自分の中で疑問が生まれたら必ずコメントください。僕、一人一人の滑りをね、見てコメントしてるわけじゃないので、あくまでもこういうやり方ですよっていうことをこと細かに、アウトプットしてるだけなので、皆様からのフィードバックがあると、なるほど、こういうことに悩んでるんだってことがものすごく手に取るようにわかるし、これでフレッシュな情報を次の月曜日の動画でまた作ることができるんですね。あともう一つ、気をつけてほしいのが、このメンバーシップ始める時から僕再三言ってるんですけども、大事なことは成長ってのは螺旋であるってことね。これもう一度言ってきますね。今結構ステップでこうやって上がってきてるように思うじゃないですか。最初はプルークファーレ、そして斜めプルークから斜めプルークの変化したものっていう感じでステップで上がってきてるんですけど、これ一つ一つ今までの中で足りないものが一つでもあるとちゃんとエラー出ちゃうんですよ。次もっともっと新しいネタくれみたいに、多分前の目になってしまう方って結構いらっしゃるかと思うんですけども、やっぱりここでなんかうまくいかないっていう、そこの到達するまでに問題点っていうのが絶対あるんですね。なのでその問題点をコメントいただけると、例えばプルクファーレンの中でも一段上がったプルクファーレンの気をつけ方っていうものが当然出てくるんですよ。で、本当にまあ僕もレッスンやっていて、まあいつも思うのが、やっぱりこのたくさんの方を相手にねレッスンする、あるいは動画を作るっていうことはすごくやっぱ難しいものが一つだけあって、やっぱりその時に僕がこう投げた球っていうのが受け取れる人もいれば受け取れない方もいるんですね。剛速球でも取れる方もいれば下投げじゃないと取れないって方も当然いる。その時間軸で言うとタイミングのズレってこともあるんですよ。そのこの球さっきからずっと投げてたよねって言うけど、その時は全く投げられてることも気づいていない。だけども今はバシッと取れるよねってこう構えてるんで、っていうようなことってザラにあるんですよね。だからやっぱりあるべき場所にあるべきタイミングであるべき強さで球を届けてあげるってことが、やっぱりプロのレッスンの、まあ、コーチの仕事なのかなと思っていますので、そういう意味で、的確なボールを投げられるように、疑問点があったら、コメントをいただきたいし、逆にね、こういうところが私はうまくいきましたっていうものもやっぱ欲しいですよね。で、そのコメント欄を、僕、質問でどんどん返していく。で、それを元にまた動画を作るってことで、このメンバーシップ内のみんなで学べるコミュニティになっていくんじゃないかなっていうふうに、すごく思っているので、また皆さんも、この動画を通して、まずやってみて、そのフィードバックをぜひお待ちしております。それでは皆さん必ず上達しましょう。それでは01レーシング代表、小林信之介でした。それでは。